はい。ゴレミチは。今回は掘りゴーレムします。どういうことかというと、湧き槽や水路のブロックを一つも置かずに作れる、超簡単なアイアンゴーレムトラップの作り方ですね。ちょっと掘るだけ。仮に他社では 1.17.30 アプデの前から、3タイプのゴーレムトラップを開発していました。アプデ直後に出したのはこちら。ベッドと村人を地面に置いてるから簡単なタイプ。残りは、ベッドだけ地中に埋めて村人だけ地上に出したタイプと、村人ごと埋めたタイプ。今回はこの、ベッドも村人もまるっと地中に放り込んで、とにかく楽するゴーレムトラップを作ります。材料はこんな感じです。焚き火、ホッパー、チェストが1個ずつ。ゴーレム倒す溶岩バケツと、フェンスゲート5つにボタンが1つ。水路は水バケツさえあれば OK。ベッドと食料ブロック20個に、村人20人も地下にぶち込むだけです。超簡単。あ、はしご4つと飛来針も使いました。それでは作っていきましょう。作る場所は、他の村から100マスほど離れていないといけません。トラップ自体の幅も合わせて、110マスくらい離れた場所から作り始めます。間に余分な村人とかベッド、食料ブロックにベルも、あったら破壊してください。というわけでここをトラップのど真ん中、中心にします。まずは水路から掘っていきますね。中心から8マス先まで掘り進めてください。たら横にも8マス掘り進んで。17×17 にしたいので、逆側にも8マスずつ掘りましょう。満字。掘れました。このまま水を撒いてしまいます。仮ブロックを持って角っこへ向かい、一番角を開けて、手前の2マスに設置します。これを次の角にも設置。角を開けて、手前に2マスの仮ブロック設置。4箇所全部設置できたら、水を流します。ぐるっと一周、仮ブロック以外のところに放水。仮ブロックのところに流さないのは、水源が全部繋がってプールになってしまうからですね。中央へ集まる水流ができましたら、仮ブロックを破壊します。4箇所全破壊。水路ができましたので、これから地下へ潜っていきます。中央に1マス、水が届いてないマスが中心です。ここを5マス掘り下がります。5マス降りたら、高さ2マスで、4マス先まで掘って空間を確保します。こんな感じです。9×9×2 ですね。適当に湧き潰しを済ませたら、ブロックを積んで、一旦地上へ出ます。5個で水面到達。地下の秘密基地へ出入りするための裏口を作ります。水路から1マス開けて6マス掘ります。そこから2マスの高さで掘りながら前進。秘密基地と開通させます。上り下りできるように、はしごでもかけておきましょう。頭の高さから設置しておくと、村人は登れないのでおすすめです。ジャンプして上昇。ドアつけなくていいの？それでは地下作業に戻りましょう。ベッドスペースを作ります。中心の柱の周りを3マス先まで、7×7 に掘ります。掘れましたら、ベッドをセットします。まずは柱の周りに絡みつくように4つ設置。向きは問いません。回転方向もどちらでもいいです。置けましたら、横に5台並べます。端は1マス開けて、ここから、内側へ向けて、5台並べて設置。サイドへ回り込んで、ここには3台設置。また回って、向かいと同じく、端は1マス開けてスタートの5台セット。残りの一辺は3台です。20台のベッドを置けました。角は埋めておきますね。OK。チェストが映っているのは幻覚です。気にしないでください。それでは食料ブロックを置くスペースを作っていきます。ベッドのラインあたりからやっていきますね。20台分できればいいので、ぴったり合わせなくても OK。壁を奥に2マス、横に7マス掘ります。滑らかな石は目印、食料ブロック設置予定地です。この辺は6台分掘りまして、もう一辺は7台掘れば、7プラス6プラス7で、20台になります。それではこれから村人を迎えに行きましょう。柱の上3マスを削って、あの穴から入れます。裏口からお外に出て、村人を2人ほど誘拐というか、誘致します。ボートなりと6個で連行したら、
この子を解き放て。この子は村人だ。手段はお任せします。とにかくこの子たちをプールに放り込めば OK。海溝部へと流され地下収容所へ。送り込めたら食料を与えて繁殖させます。上から投げ込んでもいいけど、中へ入ってあげて、柱はもうよし。ありったけの食料を投げつけてやりましょう。すると彼らは増え始めますので、増えてる間に、食料ブロックを並べてしまいます。20台置きます。20台置けたら、チェストを置いていきます。ちょっと柱復活させてもろて。チェストを柱に、上から2マス目に設置。裏の柱を壊して、背後からホッパーを刺します。その上の柱を壊して、焚き火を設置。焚き火の周りをブロックで囲いましょう。ブロックは何でもいいです。ちなみに、これ猫を倒すための焚き火とブロックなので、猫を守りたい方は設置しなくてよかったりします。あーでも今回の水路は鶏とか流れ込んできそうだし、焚き火は必要かもしれません。それでは上へ上がって、溶岩ブレードミニを置いていきます。開口部の上に仮ブロックを2つ設置。ちょっと流されてやりにくいので足場を作って。仮風呂の下段を壊して、フェンスゲートを設置、開きます。そしたら煙が消えていって、下のブロックが見えるので破壊。そこへボタンを設置します。ポチッとな。すると煙が消えます。このボタンがないとフェンスゲートが燃えてしまうので、確実に設置してくださいね。お次は上の仮ブロックへ向かって、周りにフェンスゲートを設置して開きます。4方向、つまり、フェンスゲートを4箇所に設置して開くということです。OK。ここまで来たらあとは溶岩置くだけ。あ、そうそう。フェンスゲートの下に水がないと、燃えてしまいます。のでちょっち足場をずらしてあげて。準備 OK。もう一段登っておきますか。まだ足りないかな？おかわり。仮ブロックを破壊して溶岩を設置します。しゃがみながら、少し狭いですが狙いを定めて、OK。これで一通り作業は完了です。あー、飛来針を置いていませんでした。その辺に適当に設置しておきましょう。さて、村人は増えてますかな？それでは湧かなくなる原因など補足いきますね。このトラップは村人寝れます。なので食料ブロックが置きづらかったり、改修工事したいときは、夜にやるといいです。ほいで湧かなくなる原因1。ベッドは絶対20台は必要。間違えて壊したり、透明化するバグなどあったら設置し直してください。そして湧かない原因2。ベッドより村人が多い。ベッドが20台の時、村人が21人以上いるとゴーレム湧かなくなります。可及的速やかに抹消してください。おいパンを投げるな。お前は今までに投げたパンの数を覚えているのか？それはあなたが決めることです。湧かない原因3つ目は、仕事している村人が少ない。ゴーレムの湧き条件に、村人の 75% 以上が仕事をしているというのがあります。20人なら15人以上ですね。なので仕事ができないニートはなるべくいない方が良いのですが、2、3人くらいならいても大丈夫です。ニートの人数分、普通のブロックに変えておくといいです。あと村人は1回取引すると食料が固定されるので、俺の食料ブロックがねえ。という事態が発生することがあります。食料ブロックと紐付けてない村人を見つけ出して、働かせてあげてください。必須事項は以上です。あとおまけで、一応取引所作ろうと思えば割と簡単にできます。こんな感じでトラップドア立てておいて、起きて仕事しているところを捉えることができます。裏から回って、食料ブロックを設置し直したりもできます。なんだ君は。設置し直すときは、上にトラップドアとか乗せるといいです。前に持ってくることも可能ですね。あーあと湧き潰しは大事です。ゴーレムがスケさんとかに気を取られるといけないですからね。まあ流されてはいるか？簡易モンスタートラップになれるかどうかは未検証です。というわけで、ベッドも村人もまるっと地下送りにするから簡単に作れるアイアンゴーレムトラップの作り方でした。このトラップは 1.17.30 からの使用、ベッドの5ブロック上の湧き層まで湧く、を活用したものです。そして一番上の層にしか湧かなくなっているので、
湧き層の下に湧くことはありません。あと水路から2マス先まで地面があれば、いくら地下を広げても大丈夫だと思います。それでは今回はここまで。バイバイ。あばよ。ってことを。あー効率は4時間で1518個。380個毎時でした。ちゃんと取れてる。